皆さんこんにちは、三原一太です。稲荷です。 HP でようこそお越しくださいました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日は、うん、司馬太郎作、はい、峠、こちらを題材にいろんなお話をさせていただければと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、この1ペリアでは歴史に関わるいろんなことを皆さんと分かりやすく楽しくシェアできればいいなと思ってやっている番組でございます。はい、よろしければチャンネル登録、そして通知ボタンお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、峠という作品、はい、はい、どんな作品ですよというお話、うん、それから峠が舞台になった、まあ、とらる藩があるんですけど、はい、その藩に関するちょっとしたお話、はい、そしてこの時代の時代背景のお話、うん、そのあたりのことをね、ちょっと動画でまとめられたらなと思っております。はい、はい、まず峠という作品でございます。これどういう作品ですか。はい、まずこれを言わなきゃいけないですね。お、2021年の6月に映画が公開予定でございます。はい、おめでとうございます。いやー、公開してほしいですね。はい、ぜひぜひ。そうね、去年ね、公開予定だったんですけどね。そう、萌えよ剣もね、去年公開予定だったのが伸び伸びに伸びまして、峠はこの6月になっております。はい、はい、楽しみです。で、うん、あのどんな作品かと言いますと、はい、時代は、幕末というか、はい、幕末、はい、その明治維新に向かっていく時代の、はい、場所は、うん、越後長岡藩という藩でございます。はい。はい。場所としましては、今の新潟県の、はいはいはい、中越、下越の一部にあたります。はい。で、決して小さな藩というわけではないんですが、うん、とはいえ大きいわけでもない。結構、その当時では、日本各地にある藩の規模の大きさみたいな感じですか？認識としてはそれぐらいでいいかもしれない。なるほど。うん、というのも、うん、例えば、うん、薩摩藩72万石だ。はい。で、長州が36万石。はい。土佐は24万石。はい。で、越後長岡藩は7万4千石とか、うん。はいはいはい。それぐらいなん、規模感だったんですね。はい。ただ、これは、江戸が始まってしばらくしたぐらいの数字なんですね。はいはい。いわゆる表高って言われているものになります。表高。そう。表面上はみたいな。実は、まあ、そうなんだよね。実は、みんなもっとめっちゃ頑張って農業とか、商業とか、いろいろ頑張って国高増やしてるんですよ。ああ、なるほど、なるほど。はい。例えば、薩摩藩なんかは、その琉球を支配して、はい、ね、琉球の人たちはちょっと大変だったんですけど、あれ。はい、そちらの方からの収益とかがあったんで、実質90万石以上。おぉ、プラス20万石ぐらい。そう。長州藩なんかは、すごい貧乏だった時代が長かったんですけど、はい、この幕末のちょっと前に、うん、村田清風さんっていう方が登場しまして、はい、うん、農業改革とか藩政を改革したんですね。はいはいはい、はい。そしたら、まあ、うまくいきました、それが。おうまくいって、うん、実質100万石相当って言われるぐらいには裕福な藩になってきました。でかい、加賀100万石って言いますね。言うぐらいのね、うん、そうそう。大きさは。でも、表高は36万石ですか。はい。土佐は、ちょっといろんなことにする余裕がなかったんで、はい、24万石です。なるほど。はい。で、そんな中、ね、越後長岡藩も、ちょっと頑張って、うん、まあ、11万石とか、はいはい、数え方によっては14万石ぐらい、うん、にまでは増えたんじゃないかっていうふうには言われています。はい。はい。で、その藩の、お奉行の家柄に生まれた、河井継之助さん。はい、河井さんです。この人が主人公です。はい。で、この人が、まあ、なんか、すごい、偏った人なんですよ。あ、考え方が？考え方も。うん。何もかも。何もかも。こんな言い方してますけど、うん、僕が歴史上好きな人物、ベスト3に結構長い間ずっといた、好きな人物ではあるんですが、うん、まあ、変わった人物だ。というように峠の中では書かれています。なるほど。はい。で、うん、その人が、その青年期から、うん、壮年期ですね。その大人になって。はい。そして、最後。北越戦争というのが起きるんですが、それに至るまでのお話、うん、河井継之助の生涯の軌跡を追っていって、うん、そこにドラマを膨らませてくっつけていってみたいな、はい、感じかなというふうには思います、はい、これ今は新装版になってまして、うん、上中下と3冊構成になってるんですね、はい、うん、で僕上下巻の時に読んでるんで、でまだちょっとそれ読んでないんでどこで切れてるかがいまいち分かってないんですけど、うん、上下巻の時で言うと、はい、僕は上巻がすごい好きなんです。へえ、また全然違うんだね。なんか違うんですよ。へえ、なんだろう。なんていうのかな、うん、時代と関係なく、うん、
なんかブラブラ、うん、ブラブラって言い方あれだなあのずっとこれとあの学者さんというか、あ、そうなんだ、学生さんというか、はいはい、その将来自分が過労になった時のために、うん、ね、その一国を動かすような立場になった時のためにずっと勉強を続けているみたいな人だったんです。ほうほうほう。でも過労とかになれる家柄の人じゃないんで、うん、旗から見ると、うん、こいつは何を言ってるんだ感がすごいんですけど、今の時代だったらそれこそ笑われちゃいますけど、うん、その一昔前に、うん、例えば女性が総理大臣になるために勉強していますって言ったら、はいはい、多分笑う人がいたと思うんですよ、はいはい、たくさん、はいはい、失礼な話ですけどね、うん、そんな例えばそんなような感じで見られていた、ああなるほどね、じゃないかなという感じですかね、はいはいはい、はい、で本人も、うん、じゃあ優秀だったかっていうと、うん、別にそんなことはなくて、あ、そうなんだ、優秀めっちゃ頭切れるとかそういうことじゃなかったんだ、あ、ここがね、うん、ここが面白いところなんですよ、はい、めっちゃ優秀じゃなかったというか、そのなんていうの、学校の成績は劣等生だったの、うんうん、あ、はいはいはい、だけど、うん、才能っていう意味で言うと、学校の連中のなんか比べ物にならないぐらいあっただろうみたいなことを、その同じ塾の後輩だった人とかが証言してるね、なるほど、いわゆる学校で教えている勉強ができるのと、うん、頭がいいっていうのってちょっと別だったりするじゃないですか、今しますよね、はいはい、まあ地頭がいいみたいな言い方をしますけど、はいはい、必要なことを追求してとことん追求して必要な分きっちり勉強するみたいなことに長けていたんじゃないかな、あーなるほどね、いうふうにこの峠を読んでるとちょっと読み解けるような気がします、はい、そのあたりが魅力的で、うん、でその特に今何にも世の中で事件が起きてないのに、うん、一人その焦燥感に駆られて、ほう、ずっとそうやって勉強して、うん、旅行もして、うん、いろんな人と出会っては、うん、いろんな事件っていうほどでもない事件とか、うんうん、そういうことがあって、うん、で周りの人からいろんな目で見られたりとか、うんうん、っていうのが結構情感の流れなんですけど、はい、なんだ無目的というか、うん、だから逆に小説としてすごい面白いんですよ。へー、後半、うん、いわゆるその幕末の風雲が、はいはい、越後長岡藩にも襲ってきて、うん、この河合継之助にも出番が訪れてしまいます、はい、ところがその再起があるもんだから、うん、それをまた殿様がお認めになられて、はい、まあ出世とかをしていくわけですよね、うん、でそれもまあ異例の出世をするわけです。そうなんだね。そうなんですよ。うん、そうなかなかその当時ってその家柄だったりとかって、ね、縛られてるから、はい、それを無視して出世ってなかなかしないできないもんなんだけど。確かに確かに。そうそうそう。それをしていく。うん、なんだけど彼の発想がやっぱ独特というか、ほう、ちょっとやっぱついていきづらいものがあったんだろうと言われていて、うんうん、で、最終的には。その藩、越後長岡藩のその城下町がまあもう焼け野原になるような戦争を巻き起こしてしまって。あ、河合さんがって言っていいと思うんだな、私は。ああ、そうなんだね。はい。うんうん、だ功罪愛半ばするというか、はい、焼け出された人から見りゃ、ね、こうとかなんとかって言ってる場合じゃないよって思うんだけど、はいはい、なんかそういうすごく過激な方でございます。やっぱりその中学生、高校生か、あれを読んだのは、はい、当時読んで、うん、その過激さみたいなものにね、やっぱ若かったのもあって、うんうん、やっぱ憧れがすごい強くて、憧れの人のうちに挙げていましたけれど、うんうん、今読むとまたちょっと違った感覚になるんだろうなとは思っているんですけどね。新装版の方でですね。さ、ここでお話をしたいのが、うん、まあ、その時代背景みたいなところなんですけれども、はい、河合継之助が一体何を狙っていたのか、はい、みたいなところを軸に、はい、ここの時代背景みたいなものをちょっと紐解ければいいなと思っておりますので、うん、はい、次回はそのあたりをお楽しみにお待ちいただければと思っております。はい。はい。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。